私は当然私が持つべき力を手に入れる。お前たちの苦しみによってな。自由はそう簡単に手に入るものじゃない。使えるものがあるはずよ。思ってたより時間がかかったな。すぐ見つけられるようにしてけね。私の可愛いモルモットたちよ、もう少し生き延びて恐怖を消さらなる危険。手ごわそうなドアね。鍵がかかってる。よくあるわ、気にしないで。我々の目は引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。ねえ、大丈夫？次はきっと成功するよ。飛べ、しもべたち、飛びかかれ。どこまでも追って殺してやる。守り神のおかげだ。サンキュー。素晴らしい。何か見えるかも、うん、私たちなら脱出できる、うん、ゾンビの餌になるとこだった。どうしてそんなに時間がかかったんだ、うん、危なかった。お前たちと違って奴らは恐怖を感じない。鍵がかかってる。練りつぶしてやる。失望感はウイルスに影響を与える要素の一つかもしれない。どんな感じだ。一番面白い筋書きは後に取ってある。ここまで来なかったら何の役にもならないところだった。ここは通れないぞ。奴らは負傷しない。足止めしかできない。殺人の喜びと解放感、他人の血が流れる時の高まる恍惚感。よく見てみるわ。この攻撃力、お前たちの運命は決まったな。やろう。
希望のひとときが次最新の生物兵器を見届けるがいい。予想通り、お前の死のデータはつまらん。私の予想とは違う。きっと見つかるわ。撃ち尽くしたわ。渡す気は花からなかった。これも実験だ。これは今までなかったことだ。撃ち尽くしたわ。心拍数と血圧は上昇だが、アドレナリンの急増はまだ見られない。我々の目は引き裂かれるためにあるのだろう。心臓もそうだろう。殺人の喜びと解放感。他人の血が流れるとき、高まる恍惚感。興味深いデータはない。こういう時のために我々は特別なものを育てて楽しんで。
時間も私も必ずお前たちを殺す。絶望感はウイルスに影響を与える要素の一つかもしれない。希望を壊すのも実験の一つ。知り、仮説を確かめた。もう一度やってみろ。週末は近い。焦りはお前たちの血を有望な分子で満たす。ここで当然のことだな。すごい、あなたって最高。勝ったとはいえ私の研究は未完成だ。もう一度こいつらで実験をさせろ。